説明しよう。ストグラとは、仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人のギャングのお話。在庫不足になってきて今危機感を覚えてる。そうだよね。ずんちゃんってここに車ないよね。ここにね、車1個ありますよ。1個あるか、オッケー。ハルンここに、だって今車で来たもんね。うん、来た。はい、では突然始まります。はい、チキチキ借り物競争。なにー、イエーイ。豪華景品付き、やった。借り物競争か。2人には制限時間10分の間に、うん、この町で、うん、できるだけ安い、販売価格が安い車を借りてきてください。誰かから安い車を借りる。安い車です。なるほ ど、はい。二輪車は罰とします。あ、二輪車罰、はい、バイク。二輪車以上、まあ、バイクはダメ。三輪車は、三輪は OK。 三輪、四輪で、安いもの、二輪以外で。なるほどね。じゃあ両者車に乗って。はい、レディ。まあユンちゃんはね、警察とかもね、骨あるからね、だいぶ。さあ位置について、よーい。まあ49分なので、まあ、はい、50分だとして、ちょっと多めに見てね。9時にここに集合してください。借りた車、まあ人と一緒でもいいけど、9時に、はい、9時にここ、9時にここ、よーい、スタート。あ、まあまずは電話とかからでもいいですからね。でもね、そうですよね。うん、そうですね。はい、まずは降りて電話するから、一旦電話するんだよね。うんうんうん。安い車か。一応補足のルールとして、一輪車はダメとします。はい、見つけたんで向かいます。早いな。はい、ゆんちゃんがね、今借りに行ってるから待っててね。オッケーいやー、これはなん、あの、これね、いくら？ビゲーロ。おー、はいはいはい、旧型ビゲーロ。そう、値段はね、急いでた。何って言ってたっけ。いや、まあ後で俺あれじゃ あれするよ。あの、上田に確認するよ。はい、あれが俺上田さんから借りたよ。あー、なるほど。そう、まあ上田は硬いよね。なるったき安くて、通常車でもうなんか、なるったき安いやつを貸してくれって言ったら、これ貸してくれた。なるほど。貸しに持ってきてくれるって。ああ、持ってきてくれるのね。ここまで、すごっ。デリバリーだ。1台目は名前がビゲーロの、まあ、旧型の方、うん、という方ね。あ、うわー、どうだろう、どっちなんだろう。うわ、何が来るか分かんないからな、私も。誰に来るかな、ちなみに。え、今から来るよ。今から来る？誰だ？え、当て、いや、ちょっと当てよう。え？でもパチオいないのか。え、パチオかと思った。パチオいないんだ。あー。あれ？あ、これこれ。え、高くないそれ？ねえ。高い？レサーです。あ、松原乗ってきちゃった。あ！俺松原乗ってきちゃった。あ！あ！なんでな。あ！あ、今、ちなみにそれいくらですか、そっち。では、今からじゃあ答え合わせをしていこうと思います。はい。はい。もしもし、どうした？こっちの方が高そうだよ。車の値段を聞きたいんだけど。おーおーおー。マッスルの、あの、おーおーおー。上田が貸したさ、おー、車あるじゃん。じゃあ結構いいじゃん。うん。それちょっと待ってな。普通車の、ちょっと一瞬で調べるわ。何なんだろう。あとでもう一台調べてほしい。今オフロードカーとマッスルカーだよね、これ。一人乗りのさ、三輪車っていいの？ビゲロが4…あれ高そうじゃない？なんか高いのかな？420万。
誰かこっちの車のさ名前教えてくんない？もスマホで見えなくてさ。天草です。天草さ、メサだって。メサ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 、それあれだね。メサだね。SUV のメサ。SUV のメサいくらか調べて。メサね。メサ高かったぞ。メサ高かった。メサは2000万。はい、了解、ありがとう。はい、ありがとう。高そうだ、あれ聞こえたよ今。なんか今高そうだの聞こえたよ。では、来た。カルインが持ってきた車。はい。ビゲロ旧型、420万。おお、そこそこ安い。そしてユンちゃんが持ってきた車。はい。メサ。はい。2000万。お高すぎる。どんな豪華な生活を送ってたの、新時代。高くない？値段上がったんだよ、700万って俺買った。まあ、700万だったとしてもカルインの勝ちや。これ400万マジ。今回の借り物競争勝者はカルイン。ハルウィン今日何番？今日ね、116番。ロイマーチングナンバーいたら俺が一番安い車買って。おっ、なんか来た。あったのにな。ハルウィンには景品があります。おっ、なんだろう。おっ、出た。街中でよく見る車のかっこいいバージョンだ。え、これくれんの？やるよ。え、かっこいい。あ、そういう道は何もないんだ。負けたからな。敗北者じゃ何もねって。うれしい、ありがとう。わざわざ松葉、松葉なのに送ってく。松葉だからね。あ、そうだね。あ、送ってた。送ってこっか。ありがとうね、なんか許してくれて。ごめんね。でも上田さんに返してくるね、一回。うん、それで。じゃあ、そんなゆみちゃんには甘やかすな、ダメだぞ。ゆみちゃんには、はい、何もらったの？何？はい。何？あ、メサあげる。メサもらったんだ。よかったね。ありがとう。あのね、容量がね、あの100ぐらい入るんだけど、あのめっちゃゴミ入ってる。なんかいろいろ入ってるね。これ大丈夫か？めっちゃゴミ入ってるけど。しかもなんかめっちゃなんか遊びに出てた感すごいけど。あ、すごい。うん。まあ、あれだ。拾ったやつだ。毛皮とタバコとトロジャン USB も入ってるし、ドリルビットとかも入ってる。うん、うん、全部あげる。免許証入ってんのでよくないの？まあまあ、まああげるよ。ありがとう。レアコインとか入ってるしね。あの何のやつかわかんないけど。レアコイン、あれかな。あれあのダウジングやね。レビング、あ、ダウジング。ダウジングやね。あげます。ありがとう。わざわざ。うん。ちょっとユンユンミをよろしくお願いします。はい。ありがとうね。いえいえ。うん。では、あ、港のとこまでお願いします。ここだ。そうだね、8242ね。免許、免許、ね、免許。免許？免許回収した今。あ、よかったよかった。免許あげますね。あげます。大切にしてね。返したよ返したよ。